はい、こんにちは、シノモータースです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介させていただきますのは、スズキ GSX400E パルスです。こちらの車両はですね、ノーマルベース車両になりますので、いろいろとですね、既存を残した車両になります。とてもですね、コンディションのいい1台になりますので、早速ですね、ご紹介させていただきたいと思います。はい、まずフロント周りですね、ヘッドライトはマルチリフレクターですね、ウインカーは、小型のウインカーに交換されております。メーター周りの大きな傷はありません。フロントフォークの大きなにじみ漏れなどもなさそうですね。フロントフェンダーの大きな転倒傷などもありません。ホイールはゴールドですね、黒とゴールドの相性がとてもいい1台ですね。ブレンボーのゴールドキャリパーです。こちらですね、エンジン周りです。ヘッド周りの大きなにじみ、オイル漏れもなさそうですね。あとは大きな転倒傷などもなさそうです。大丈夫そうですね。ステップの曲がりなどもありません。マフラーはですね、純正マフラーです。こちらもですね、綺麗な状態で残っている。リアサスですね。リアサスも、純正の、替え刃のリアショックが入ってますね。こちらも大きなにじみ漏れなどもなさそうですね。リアホイールもゴールドホイール、大きなガリ傷などもありません。タイヤ溝も前後ともに残ってますので、そのままお使いいただけます。反対側回っていただきまして、シートですね、シートは前後ろともに大きな亀裂破れなどもない状態ですね。こちらですね、反対側のエンジン周り、大きなオイル漏れ、転倒ですね、転倒傷などもなさそうです。タンクの方ですね、タンクも大きなへこみ傷などもない状態です。ではエンジン始動して、ごめんなさい、失礼しました。タンクの中ですね、タンクの中も大きな腐食はありません。大丈夫そうですね。ではエンジン始動していきます。はい、引き上がりも良好です。ではマフラーオンです。ETC も搭載してますので、高速などでグローブ外しなど面倒なのも楽々ですね。とても状態のいい機械になりますので、皆様お願いします。